い、皆さんこんにちは。今日は2020年4月12日日曜日ですね。時間はね、11時53分ということですね。今伊豆高原のね道の駅に来てます。これからね自宅の方へね戻りたいと思います。今日のお供はジェベル200になります。よろしくお願いします。今日はね先週と比べて気温がねすごい低い感じで寒いですね。この道をねまっすぐ行くと大室山とか伊豆スカイラインにね行けるようになってます。もうねコロナウイルスの関係で車はねすごい少ないですね。どこ行っても、流れてる感じでね渋滞してる感じは非常に少ないですね。普段の3分の1とか4分の1ぐらいしか車が走ってない感じがしますね。今ねテレビを見ても割とコロナウイルス関係の報道番組がね多かったり、あとねまあ世間の会話もウイルスに関係するっていうことでね、まあ外へ出ることも自粛するっていうことで皆さんね家にこもりがちで、テレビもなかなか楽しいものがやってなくてストレスがね溜まってるんじゃないかなと思います。まだね静岡は非常事態のね宣言がされてないんでね、まあ外へ出て走ることもできるんですけど、まあなるべくね走れるうちに走って綺麗な景色をね皆さんにご紹介しながら少しでもねストレスの発散ができたり気分が晴れたりねしていただければいいかなと思ってね、まあ撮影してます。基本的にはどこかに立ち寄ったりねそういうことをしていないので、人と近づいてね話をするなんていうこともないんでね、まあこの今やってる行為に対しての感染のリスクはほぼないかと思ってるんですけど、ただねせっかく皆さんの気分が晴れるようにと思って走り出してみてもね、今日はあまり天気がよろしくない感じで、3時頃からはね多分雨が降るんじゃないかなっていう感じの天気なんですけどね。本当にね車が少ないですね。今吉田から川奈駅の方へね向かってるあたりなんですけど、まあ通常でしたらね日曜日はまあ大概渋滞のノロノロ運転なところなんですけどね、まあ車がほとんどすれ違う車も少ないですし、上りもね下りも両方スムーズに流れてますからね。さっきね実家へ帰ってたんですけどね、まあ母親というのがね和裁なんかをやってる人なんでね、私のためにねなんか手作りのね布で作ったマスクをね作ってくれてあって、それを一つもらいました。まあ洗ってね繰り返し使えるだろうし、元々がねあのガーゼとかじゃなくて着物かなんかのね布地を使って作ってあるようなやつだから、まあなかなか高級品なんじゃないかなと思いますけど、まあ現実マスクをね買おうにもお店行ってもね売ってないような感じになっちゃってますから、まあ洗えるマスクがねあれば繰り返し使えるんでね、まあ助かりますよ。はい、海が見えるところにね、出てきました。日差しはないですけどね、なんかコバルトブルーの海がね綺麗ですね。初島もねすごく大きく今日は見えてますね。非常にねこう風光明媚な感じのね綺麗な景色になってます。伊東の市街地へ入ってきました。伊東の海岸ですね。歩いてる人がねほとんどいないですよね。やっぱり観光客さんがねいないんでしょうね。まあこの時期私もね自分で車で移動したりバイクで移動したりするのはいいですけどね、なかなかこれで電車に乗ってどっか行きましょうっていう感じのね気にはなれないですよね。なんか感染しそうな気がしますからね。またねこの伊東のヤシの木がね街路樹に植えてあるところですね。南国ムードは漂ってるんですけどね、
まあ現実問題すごい寒いですけどね、現在ね。こちらはね、伊東のね、マリンタウンですね、道の駅ですね。今日はね、波も穏やかそうだし、寒いんでね、多分サーフィンやってる人ほとんどいないんじゃないかなと思いますけど、あの一角だけ少しね、日が差してる感じしますね。雲の隙間から日が差してるんでしょうね。まあどちらにしてもこれからお天気が下り坂になってきますからね、徐々に暗くなって、まあそのうちあと2時間ぐらいかな、雨が降ってくるんじゃないかと思いますけどね。ここをね、左折して伊豆の国市の方へ向かいたいと思います。この信号ですね。ここからね、亀石峠の峠区間に入ります。結構ね、こういうきついねコーナーがあったりして、楽しい道ですよね。もうこれ何回もね、動画に上げてますけどね、道もね、どんどん舗装が良くなって走りやすくなってはきてますね。伊豆の道はね、こういうつづら折れのね、道が多いですよね。山の傾斜をね、登ってくのにまっすぐ登れないんでね、どうしてもつづら折れになっちゃいますよね。この高性能を求めてない、高出力をね、求めてないバイクはエンジンがね、本当に乗りやすい感じのね、エンジンですよね。下が粘る感じのね、エンジンが、まあ年齢的なもんもあると思うんですけど、最近は好きですね。若い頃はね、ピーキーなエンジンが好きだったように思うんですけどね、最近はそんな感じになりましたね。さすがにもうこの辺は山の上ですけどね、桜ももう終わりですね。なかなかね、寒くてどっか行こうっていう気もね、起きないほど寒いですよね、今日はね。まあ、もうじきね、雨が降ってくるってこともね、決まっちゃってるんで、まあ、しょうがないですね。これからうちの方にでもね、向かって走っていくしかないですよね。まあ、今日はね、なんとなくね、暗く沈んだ世の中をね、少しでも明るくできるような動画は出せればいいかなと思って撮影したけど、天気も良くなかったし、あんまりパッとしない感じで明るくなったかどうかわかんないですけどね。まあ少しでも外をね、走ってる感じが、皆さんがね、疑似体験できていただいて、いただけてね、楽しんでもらえれば幸いですけどね。まあそんな感じでね、伊豆高原の道の駅からね、伊豆の国市までの動画をね、この辺で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではまた。